二条駅二条駅は京都府京都市中京区西の京都賀農町にある西日本旅客鉄道 JR 西日本京都市交通局京都市営地下鉄の駅である JR 西日本の駅番号は JRE04 京都市営地下鉄の駅番号は T15JR 西日本の山陰本線佐賀路線の愛称区間に含まれている 京都市交通局の京都市営地下鉄東西線の2路線が乗り入れ接続駅となっている。地下鉄の駅には T15JR の駅には JRE04 の駅番号が与えられている。JR 西日本の駅は特急列車を含む全列車が停車する。また特定特殊内制度における京都市内エリアに属する。JR 西日本の駅では 愛国家の地下鉄の駅ではピタパとスルッと関西対応各種カードトラフフ家系カードの利用エリアにそれぞれ含まれている。判例 JR から JR 駅地から地下鉄駅地下鉄二条駅開業以降の未記述 JR 駅の地上駅時代にあった木造駅舎は荘厳な社事を彷彿とさせる作りや 貴品室も設置された立派な駅舎として、全国的に知られていた。建築当時は、京都鉄道の本社を兼ねており、建築家の伊藤中太によって手掛けられたものである。京都鉄道社長、田中玄太郎によれば、当初は、レンガ作りの計画だったが、二条城に近いので、景観に配慮して、和風建築に改めることにし、日本鉄道、東北本線宇都宮駅の駅舎が優備であったため、 同社に問い合わせを行いも半年たという。当駅花園駅間の高架化事業に伴う仮線の設置に支障するため1990年10月に木造駅舎の建物を東側に15メートル移動させるエア工事が行われ約300トンの建物を2日間かけて移動させた。その後、高架化工事中の仮駅舎として使用が続けられたが1996年 高架化工事及び新駅舎の完成に伴って、駅舎としての役割を終えた。明治期の和風駅舎建築として、唯一の残存例であり、京都の近代化を象徴する建物でもあることから1996年4月1日、京都市指定有形文化財に指定され、幅を縮小して、梅工事蒸気機関車館に移築されいる。後に、梅工事蒸気機関車館が改装、拡張され、 京都鉄道博物館としてオープンを果たした際にはミュージアムショップに改装されている。かつては現役最古の駅舎とされ、近年でもそう言われることがあるが、これは誤りである。現存最古の駅舎は1882年、明治15年地区の旧長浜駅であるほか、現役最古の駅舎は1886年、明治19年地区の亀崎駅、移設もあるとされる。 また、1980年代から1996年までの、駅スタンプ、私の旅は、入りも屋作りの日本最古の駅と書かれ、国鉄で一番を示す黒六角形のものであったが、二条駅より、前に建てられた入りも屋作りの駅舎は、竹部駅など、数多く現存している。島式ホーム一面二線を有する高架駅である。2010年1月31日に、 隣の丹波口駅までの複線化が完成したことにより、分岐器や絶対信号機がない停留所となった。直営駅、亀岡駅の非管理駅。駅舎設計は、裏部設計が担当し、屋根は大きな木造トラスで覆われたデザインとなっている。1997年度にグッドデザイン賞を受賞した。ホーム上からは、遠く冷え山なども見渡すことができる。 高開域化される前は、東の千本通り側から主海駅に入ることができなかったが、現在は東西両方向に出入り口が設けられており、乗降客以外の往来も可能であることから、歩行者用自由通路としても機能している。改札口からホームへは、階段が2本、エレベーターが1本、上りエスカレーターが1本通じている。また、改札口の前には、キヨスクハートインがある。 また、ホームには、待合室、自動販売機があるが、売店はない。トイレは改札内の地上北側にあり、男女別、車椅子対応である。島式ホーム一面二線の地下駅である。東西線の駅は駅ごとにステーションカラーが、制定されており、当駅のステーションカラーは山吹色である。近年の1日平均乗車人員及び1日平均乗降人員の、 水位は、下記の通り山陰本線の途中駅では最も利用者数が多い。従来の JR 駅は、東の千本通り側のみの出入り口であったが、地下鉄東西線開通及び山陰本線、佐賀の線の高架開口は、西側も整備され、近年は西口にも路線バスやタクシーが乗り入れている。また、駅周辺は、京都市の副都心となりつつある。 千本通りが駅東側を南北に走る。また、東西方向の大池通は東駅東側で行き止まりとなり、一本北の交差点にずれて再び西へ通じているため、自動車は一旦駅北側へと迂回するような線形になっている。駅東側は千本通り、大池通沿いを中心に多くの商店がある。西側は西、王子通に至るまで住宅地と中小の工場の 密集地帯である。駅の北西に二条自動車教習所がある。隣の円町駅までは、山陰本線高架化に伴う道路整備により、速道を歩いていくことができる。山陰本線の高架化並びに、お池通の拡張が行われるまで東西方向への移動のためには駅を大きく迂回する必要があり、北は旧二条通り、南は三条通りまで迂回が必要であった。 高架化が完了するまで千本三条交差点の西側は線路の下をくぐるアンダーパスであったが、現在は埋め戻されて三条通りは平坦化している。上泉園、二条城及び中京区総合庁舎、区役所は徒歩県内にあるが、地下鉄利用の場合は、隣の駅である二条城前駅からの方が近い。最寄りのバス停は、駅西口ロータリーにある二条駅西口と、 駅東側の千本通にある二条駅前がある。京都市交通局、市バス、京都バス、西日本 JR バスなどの各社が、以下の路線を運行している。JR 西日本の駅は2002年の第3回近畿の駅100選に選定された。電車で、高プロフェッショナル仕様での二条駅には58、583、軽のもはね583とも、 羽582が留置されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。